はい、どうも、ちかです。はい、というわけで今回は、ついに連続登場の途切れた選手4名紹介していきます。はい、というわけでね、今年の OB も6段まで登場したというところで、今年の甲子園に残すところ、侍ジャパンがおそらく1回来るぐらいになったと思います。で、このプロスペースでは、通常 S ランクとして現役選手が登場しています。で、その一方で、近年成績を落としてたり、ベテランに差し掛かったり、球団を移籍してたり、現役引退後、監督やコーチなどをやられてる方はね、TS として登場してきて、完全に引退されて背番号を持たずにいる方は OB として登場してきます。まあそういった感じでね、このゲーム内では全盛期の能力が TS や OB で登場してきます。で、このプロスペースにおいて TS や OB などの全盛期の能力がね登場してくるレアリティは2016年から始まってます。で、そのね2016年から昨年2022年まで毎年登場していた選手もいるんですが、この2023年でついにその連続登場記録が途切れた選手が4名もいるというところで、今回はねそちらの4名を紹介させていただきます。で、もしかしたらね5人6人いるかもしれないですが、現状で自分が確認できているのは4人となってます。で、今回紹介する4人に関しては、出てきたらね毎年目玉としてね名前が上がるような選手ばっかだったんで、まあ今年ね登場してこなかったっていうところにはびっくりした4名となってます。それではついに連続登場記録が途切れた選手4名紹介していこうと思うので、今回の動画参考になったなと思ってくれた方はぜひとも高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではついに連続登場記録が途切れた選手4名紹介していきましょう。どうぞ。はい、というわけでまず一人目はキャッチャー古田さんです。というわけで古田さんに関しては2016年の OB で初登場して、そこから16、17、18、19、20まで通常 OB で連続登場していました。で、その後ね21年にマー君セレクションで登場して、2022年はまた通常 OB に戻って登場してきました。というわけでこの古田さんに関しては2016年から7年連続 OB レアリティでの登場となってました。で、まあねもちろんね7年連続登場してたというとところで、まあ今年もね来るやろと思われてたんですが、今年に関してはね写真だけパッと見たら古田さんに似てる八重樫さんが来たというところで、ここでねキャッチャーが来たと。で、キャッチャーに関してはね TS にしろ OB にしろ1年の間にねキャッチャー2人登場っていうのはね結構可能性が低くて、まあ、もちろんねセレクションとかを絡めれば登場する可能性はあるんですが、通常 OB の中でねキャッチャーっていう登場の仕方はね基本的にはしないと。というところでね、まあこの八重樫さんが今年の OB で登場してきた時にね、今年古田さん休みになるんかってね言われてたんですが、しっかり休みになりましたと。で、まあこの時点でねもうダルセルも落ちたというところで、残すところ古田さんの登場可能性はこの後開催される、まあ、セレクション系かなとは言われてたんですが、今年に関してはねそもそもセレクション系がダルセルのみだったというところで、古田さんの連続登場記録に関しては今年八重樫さんが登場したというところで7年連続でストップとなりました。で、まあやっぱりね古田さんに関しては高弾道で捕手 S いけて肩も S あって、どっかのタイミングでね特殊能力も強化されてというところで、まあ、12球団の方であればね代打出す方も多かったんですが、全然ね1試合通してねキャッチャーとして使える能力だったというところで、まあ、結構ね皆さん重宝してたキャッチャーとなってます。で、まあ去年までね7年連続登場してたというところで、もちろんね今年も登場してくるだろうとね皆さん信じてね疑いもせずね待ってたんですが、八重樫さん登場によりねこの古田さんっていうところは7年連続でストップとなりました。まあただねおそらく来年ねまた登場してくるんじゃないかなとは思うんで、古田さん欲しい方はね2024年 OB っていうところを楽しみに待っていただければなと思います。続いて2人目小笠原さんです。だけど小笠原さんに関しては日本ハムと巨人で登場していました。で、小笠原さんに関してはね2016年から毎年 TS 対象となっていて、2016年日本ハム、17年日本ハム、18年巨人で、19年日本ハム、20年日本ハム、21年日本ハム、22年巨人とハムというね、まあ、このね WBC っていうところがね若干例外ではあったんですが、毎年ねこのように登場していた選手となっておりましたと。まあ、ただね2023年に関しては TS 登場がねなかったというところで、まあ、シリーズの時点でねすでに連続登場記録っていうところは途切れてましたと。で、まあ、TS でね登場してこなかった原因としては、おそらくねこの去年のこの時期にあった WBC メンバーっていうところがね誰一人同じチームで登場しなかったというところの上に、違うチームとして登場したのも阪神版の新井さんのみだったというところで、まあ、このね2006、2009WBC ガチャにね登場してきた選手っていうのはねもう本当に今年登場がね少なくて、登場した選手がさっき言ったチーム違いで TS 新井さん、あと夏のヒーローセレクションで登場したマー君と松坂大輔さんで、 OB に関してはダルセレの西岡さんと通常 OB 稲葉さんというところで、この1年通してみてもコナミさんが選んだガチャで WBC のガチャの時のね所属球団と同じ球団で出たのは OB 第5弾の稲葉さんのみというところで、まあ1年通してもねなかなかこの WBC ガチャで登場した選手っていうのはね
同じ球団で登場しなかったっていう背景があるんで、まあそもそもね日本ハムで登場しなかったっていうのは納得なところかなと思います。であればね巨人で出せばよかったんじゃないかと思うんですが、巨人に関してはね去年出ちゃってたっていうところがあったんで、まあ2年連続ね巨人で出したくないっていうところがあったのかなと思うので、まあそういった背景から小笠原さんのね連続登場っていうところが7年でストップしちゃいましたと。で小笠原さんに関してはね今年からね OB 対象になるというところで、まあ次回がね巨人で登場してくるのか日本ハムで登場してくるのかわからないですが、まあ最短でも獲得できるのは2024年シリーズ2となります。まあなので小笠原さん欲しい方はね2024年の OB っていうところを楽しみに待っていただければなと思います。続いて3人目です。というわけで3人目は金本さんです。はい、というわけでね金本さんに関しては阪神版広島版に、ね、登場していてて OB 対象としては2019年からとなってます。で2018年以前に関してはねシルエットになっちゃって自分も写真持ってないっていうところがあるんで同一選手比較には表示されてないんですが、2016年シリーズ1の TS で阪神版が登場していました。で翌年2017は広島版が TS として登場していました。でその翌年2018年はまた阪神版が TS として登場していました。というところで初登場から阪神広島阪神広島阪神でマー君セレクションでね阪神版選ばれたというところで阪神がね2年連続登場となって広島というところだったんで、まあ今年ね阪神版登場するんじゃないかとかねいろいろ言われてたんですが、蓋を開けてみればね金本さん登場しないというところで、まあやっぱりね金本さんに関しては阪神だろうが広島だろうがね毎年出てたっていうところもあったり、まあここでね阪神版2年連続登場してたんで、まあ今年広島版がね2年連続登場してくるのかなとかね、まあいろんな予想をしてたんですが、まさかのね登場してこないというところで、まあ金本さんに関してはね阪神版の方がね能力的には高くて高確を持っててね人気ではあるんですが、まあ結構ね広島版の方に関してもリアタイでね使ってる人をちらほら見かける印象があります。というわけでね、まあライドラ界最強の男と言われてるのがね、まあこの金本さんとなってるんですが、まあ結構ね今年おそらく阪神版来るんじゃないかってね予想して、阪神版の金本さんねここがマー君セレクションでランキングもなかったというところで、ね、取り逃したから今年こそはとね思ってた方もいたかなと思いますが、まあ残念ながらね今年登場してこなかったというところで、監督を辞められて TS から OB っていうところをね渡り歩いてますが、2016年から続いてた連続登場っていうところがついにここで途切れました。まあ出すならね OB 第5弾っていうところだったのかなと思うんですが、城島さんに関してはねまあやっぱり田淵さんとの兼ね合いとかね、まあ3球団の兼ね合いがあってどうしてもね出さざるを得ない状況なんじゃないかなとね考えます。でそうなった時に、まあ城島さんはね絶対一枠埋まりますよと。でまあ出すのであればね個人的にはこのバースの枠で、ね、出してもよかったんじゃないかなと思ってて、まあバースに関しては通常帯はねこの2019年以来4年ぶりの登場とはなってるんですが、まあ直近2年でねダルセルダルセルと登場してたんで、まあバースはね今年来ないんじゃないかなと思ってましたが、まあこのね3年連続登場となったというところで、まあ個人的にはね金本さん出すならバースの枠だったかなと思います。でまあ藤村さんに関してはねおそらく年末の目玉として出したかったっていうところがあると思いますし、浜中さんに関してはね新規アーティストとしてね、まあ、出したかったっていうところがあると思うので、まあそうなった時に誰を外すってなったらねバースかなと思うので、まあやっぱりねバースがね2年連続登場してたんで、できればねこの枠で金本さん登場してきてくれたら嬉しかったかなと思います。そして最後4人目は中日福留さんです。というわけでね、福留さんに関しては今年から OB 対象となった選手です。で、福留さんに関しては2016年シリーズ1の TS からね、毎年 TS で登場してきていてて、毎年ね、シリーズ1のライト最強といえば福留とね、言われるぐらいの能力を持っていました。で、このプロスピアはね、シリーズ1のライト最強は福留、シリーズ2のライト最強は高橋由伸と言われてたんですが、まあ、昨年ね、留さんが引退されて今年から OB 対象になってたというところの上に、高橋由伸さんが3年連続登場してきてたんで、まあ、ドメさんどうかなと思ってたんですが、まあ、ここまでね毎年登場してたっていうところがあったんで、まあ、どっかの段でね中日で来るか、もしくはね去年の WBC で、ね、登場したっていうところがあったんで、まあ、それこそね TS 新井さんみたいに球団違いでね阪神版が OB 登場してくるかなと思ってたんですが、なんとね中日版も阪神版も登場せずに連続登場記録っていうところがストップしました。でここに関してもね小笠原さん同様に去年のね WBC で出たっていうところがあったんで、まあ登場してこなかったのかなと思うんですが、この WBC ガチャでね日本ハム稲葉さん登場してたんですが、今年の OB でね日本ハム稲葉さん登場してきたっていうところがあるんで、まあそう考えるとね中日版登場してもよかったかなと思いますし、もしね中日版登場しないならね阪神でもね TS とか OB で出せるような成績もあったりするんでね、まあ阪神版出てくれたら嬉しいなと思ってたんですが、阪神はねライトで浜中さん来ちゃったっていうところがあったんでね、まあドメさんの可能性もねちょっと下がったかなと思ってたんで、まあやっぱり、ね、浜中さん来た時点でおそらくドメさんはね中
中道で来るんかなと思ってたんですが、まあ、結局ねどっちでも来なかったというところで連続記録が途絶えちゃいましたと。でまあ来年に関してもね引き続き OB 大賞というところがあるんで、登場してくるのは少なくとも2024年の OB となります。でそこに関してもね中日版が登場してくるのか阪神版が登場してくるのかっていうところは難しいですが、まあ現状ねずっと TS で中日版しか登場してなかったっていうところがあるんで、まあ、中日版の登場っていうのがね可能性高いんじゃないかなと思います。というところでね福留さん欲しいと思ってる方は2024年の OB をね楽しみに待っていただければなと思います。はい、というわけで今回はついに連続登場記録が途切れた選手4名紹介していきました。いかがだったでしょうか。いやー、というわけでね、まあ八重樫さん来た時点でね古田さんの登場の可能性はねもうセレクションのみになってましたし、小笠原さんに関してもね WBC ガチャ出た選手が TS でね同チームで全然来なかったっていうところがあったんで、まあね登場の可能性がねだいぶ低かったんで、まあしゃあないのかなと思いますが、金本さんに関してはねこのバースの奥で出してほしかったですし、福留さんに関してはね中日版出すとしてもね稲葉さんがね同チームで出てたんで全然出せると思いますし、中日版を出さないっていう判断をしたのであればこの浜中さんのところでね福留さん阪神版出してほしかったなと思いました。というわけでね、もしよければ今回紹介した4名で皆さんが欲しいなと思った選手いましたらぜひともコメント欄で教えていただければなと思います。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今回の動画参考になったなと思ってくれた方はぜひとも高評価チャンネル登録よろしくお願いします。また X もやっていますので概要欄からフォローよろしくお願いします。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。